霊媒師が推奨する霊がいるかどうかを試す方法。ヤバい版みたいな。これヤバいぞ。全然想像で知るもん。絵がヤバい。え、うわヤバいんだ。何とつヤバい。あんまりかもしれない。ヤバ。いや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 。と笑えないぐらいまずかった。ホラーナイト。いや、いつもお祓いでされてる住所がなんか言ってるやつそれ。おおって。やめてそれ。俺らちょっと期待してるやつね。どのぐらい投げんだろう。たまになんか短い人いたりするから。絶対笑っちゃいけないはずなんだけど、毎回こっちのホラーメンバーが。こうやって横見てるっていう左があるのよ。あ、そうだ。今度経験するから多分一番笑いそうになると思う。お祓いのやつであるの。そうそう、もうその警戒してる段階で一番ヤバいじゃん。ちょっとさ、もう笑うよ。ヤバいと思うんだよ。笑われなくて。俺らは一回誰か笑った時にさすがにやめようみたいな。お祓いだから俺怒ったの。ちょっとさすがに違うと。そんなレベルの面白さがあるから、うん、じゃあ気をつけて。死んなよ。ノリ絶対無理だよ。絶対お前無理だよ。絶対払われやって。ということで本日は久々のこの事故物件スタジオでなんとかホラーナイト。もう滞在ホラーナイト。検証ホラーナイト。検証ホラーナイトですね。霊媒師が推奨する霊がいるかどうかを試す方法。おー、推奨したのヤバい版みたいな。ヤバい、ね、よく有名なのいっぱいあるやん。瞑想してさ、家に人が誰もいないようにイメージして窓を全部開けてください。なるほど。それを全部閉めていく間に人がいたらその人の人数分霊がいますよみたいな、そういううんこみたいなやついっぱいあるんですけど、たまたまちょっと知り合いのね人がいまして、霊媒師さんが知り合いっていう人がいまして、その人経由で教えてもらったって。うわガチやん。ガチのやつ。ガチだ。1日とか2日経過見ないといけないやつなんで。ああ、はいはいはい。今設置した後にまた数日後に検証結果をみんなで取っていくという。大掛かりだね。そう、まあ、やろうとした理由もこのスタジオでも、まあ、前回 4,5 年前めちゃめちゃ現象が起きてて、うん、まあ、それをピックアップしていってその延長でホラーのジャンルが増えていったんですけど、はい、今も現象はいっぱい起きていて、はい、だから僕らの感覚がバグってるっていう、はい、それでこうピックアップしないものが増えたってだけで、改めてねノリも戻ってきたんで、この事故物件スタジオでの現象ピックアップしていこうみたいな、うん、ちょっと動画だったんですけど、それを撮ってるもう段階でノリがやっぱ霊結構連れてきちゃうというか、このスタジオの霊がノリのことが好きなのかわかんないですけど、現象がめっちゃ増えたんですよ。そういうのもありまして、大量に集めちゃおうぜっていう。うわー、いやもういるのよ。そう、なのにやっちゃおうぜっていう。さらに呼ぶんだね。4つの方法がありまして、どれも嫌な感じがするなとか現象が起きてた場所に対してやるもんなんだけど、1つ目が日本酒とかお酒を置く。2つ目がベルを鳴らす、鈴とか。3つ目がお花を置く。4つ目が森塩。全部効果があるらしくて、うん、それ全部やる。やばいよ。うわー、やばいじゃん。どうなるかっていうと、まあ、1のお酒に関しては何日か置いておくと色が変わるとか、うん、味が変わったりするそうです。日本酒って置いとくとちょっと味変わるやん、うん、そういう次元の話ではない。あ、全然違うの。全然違うです。2個目が鈴、うん、音の環境が違う、うん、あーなるほどね。それが変わる可能性がある。3つ目が花。花はもうシンプルに枯れちゃうって言ってました。これ分かりやすいね、うん、でも1日そこらじゃね、しぼむとか、うん、そうそう、1日そこらでね、そんな大きく変わらないんですけど。そうだな、うん、それがやっぱおかしいぐらい変わる。4つ目の塩はまあ皆さん知っての通りね、崩れちゃうとか、うん、変色するとか。今からちょっと気になるところにセットして、数日後またここで全部検証していきたいと思います。では早速じゃあ気になるところにセットしていきたいと思います。はいはいはい、いきましょう。ええってか、ちょ今足音したし、ここにパン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 、うわやばいな。え、歩いてないの。ポチってやばくない。なんか配管みたいなのが歩いてるのかもしれない。不気味すぎるセットが完成しました、うん、めっちゃ怖いんですけど、なんか花って怖いね。花って怖い。暗いところにあるとやばい、ね、味を知っておかないといけないんで、日本酒をちょっと飲んでみてください。なんだろうな、ちょっと
黄色がかってるって感じかな。そうだね、うん、そうだね。あ、飲みやすい感じですね、はい、まだそのなんか濃いとか、はい、そういう感じの味ではない。はいはいはい、あ、はい、なんかお祓い行った時のあれと待って、あー、そうだ、なるほどね、あー、見て見て、はいはいはい、これもなんだ、変わるわけないと思う。これが変わったらもう分かるっていうレベル。あ、分かる分かる、絶対分かる。了解です。おのおの4カ所ずつセットしていきたいと思います、はい、場所としては玄関、そして階段、灰色の男性がいるって言われてた、そこね、はい、はいはいはい、そのらへんに置くのと、2階の開かずの間らへんにも1個設置します。あ、はい、その4つ全部設置して、音やっぱなんかやばい音してる、階段じゃ足音じゃない、ね、うん、階段、うん、おお、ええ、ピチャピチャ言ってる。ちょっと見ていきます。最近は誰かいますか。何の音もしなくなりました、ね、何もないか。じゃあまずお花を、おもちゃの上ぐらいに、うん、お花を一つ、はい、続いてターボ森塩、森塩ですね、はい、うわ、やば、やばくない、うわ、やばいやばいやばい、うわ、これやばいぞ、全然想像絶するも、絵がやばい、絵がもう、うん、うわぁ、絵がもう怖っ、ダメなやつだもん、鳥肌やばい、いけないんじゃない。うわ、もうなんかマジでなんか家の中でやっちゃいけないね、ダメだよ、ダメ感半端ないよこれ。タツキンとこで鳴らしたもん、そこが一番灰色の男性がいるって言われてるから。うん、そうだね、うん、ちょっと響いてる、なんか若干でももう、もうすでに曇ってるよね、もっと響くべ、普通響きがあんまりないね、これ。もう一回やって、響いてなくねえか、なんか、うん、確かに、もう響いてない、そもそも、うんうんうん、とりあえずじゃあ玄関を置きましょう、行きますか、はい、うん、そこに、これやばそう、絵面、これやばい、やばい、やばい、いくねえか、大丈夫、ちょ、花やめよ、もう、ちょ、花やばいよ。これちょっと、鈴鳴らします。はい、ねねね、やばいって、またなんかこれだ、今のはやばいだろ、ね、え、めっちゃ近かったね、なんかもうこう、立体な状態、まんまこんな状態。階段はみんなで設置して、赤座間に関しては久々にのりさん一人で行ってもらいたいと思います。ほんまにやめよ、そうですね、やめよ、これがね、一人タイムですからね、これやってたんだ、ね、これやってます、そうだよ、バケモンすぎて、ここまでこんなに集中はしないよね、普通、うんうんうん、あまりにも上は今怖い状態だけど、ちょ、マジで行きたくないんだけど、とりあえず階段設置しましょうか。マジで、はい、そうだね、こっちの方が響いてる、明らかに、うんうん、全然違う、それは確実だ。ヤドリさん一人で2階にセッチングお願いします。ヤドリさん頑張ってください。やばいって、さあ、めちゃくちゃ怖いな。急に音がなくなりました。異常な静けさ、本当に異常な静けさ、なんだこれ、やばい、急に音がなくなりました。
ここに来た瞬間に音がなくなる。鈴を鳴らしたいと思います。やばいです。お疲れ様です。マジかもうほんまに声映ったらどうしようと思う。おもろいわ、なんか新鮮すぎて。そうだね、うん、全場所設置完了したんで、このまま数日経ってみんなでまた検証していきたいと思います。はい、はい、じゃあ数日待ちましょう。はい、あれから2日経ちました。今から変化があるか一箇所一箇所巡って、最後の箇所ではノリ一人でまた行ってもらいたいなと思います。はい、そうですね、はい、まあ、分かりやすいのは花とか塩は見た目の問題なんで、うん、あとは日本酒の味、うん、そしてこのベルの音の響き方、うんうんうん、なんかこの前より明らかにもうすでに響いてない。確かに響いてる、響いてる、響いてるよね、あ明らかに、うんうん、ということでじゃあ早速見ていきましょうか。じゃあ一箇所目、はい、灰色の人がいた場所ですね。まず花、まあ別に特に、うん、特段変わりはないかな。うん、そうだね、うん、まあそれぐらいだろうっていう、まあうん、経過的にね、うん、普通に若干はしぼんだりするでしょう、うん、うん、で塩、塩、まあ塩も全く変化ないね。うん、そうだ、これは黒くなるんだもんね。そうだよね、うん、色の変化もないですね。で崩れてもない、うん、ああちゃんと固まってるわ、うん、日本酒、はい、色は若干くすんでる気がする、ね、これに関しては、ね、ちょっとそうだ、これはちょっと色変わってるな、わかりやすく、もともとそういう色だったけど、ここまでね濃くない色、そうだ、もうちょっと使ったね、わかんなかった、うん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 、じゃあちょっと味の方を、じゃあえ、なんかそこに入ってんじゃない、一瞬水かと思うぐらい無味で、はい、もう後味バカまずい。えどういう香りがする、ちょっと酸味がかってるっていうか、うん、飲んだ口めっちゃ臭いと思ったの今。めっちゃ臭い、めっちゃ今匂いグワってきたわ、うん、こんなんじゃなかったもん飲んだって。いや全然違うわ、変わってんだ、やばいやばいやばい、これ味変わってんだ、じゃあこれ超変わってる、うわ、えただの経過とかそういう話じゃなくて、おもむろに変わってる、いやもう絶対変わってる、まあ、色も明らかこれ変わってるから、ね、この後の味によっては重くそそこにはいるってこと。そうだよね、うん、確かに他もう全部同じ味からあれだけど、はい、じゃあ鈴を、はい、バカ響き悪いやん、やばいよね、なんか明らかに違うんだ、さっきと今ここでやってる時全然響いてたよ、音の響き方、うんうんうん、音の響き方、うんうんうん、くっそ響かねえじゃん、いくよ、あれ、あ、今響いた、今響いた、さっきエグいぐらい音しなかったよねマジでエグかった、なんもなかった、気づかれたかみたいな感じで今どっか行ったのかもしれない、あそういうこと、いや今絶対違かったよ、全然違う、音全然違かった、一発目と二発目で全く違うよ、そう一二が違う、いやもうカサカサしてたもんね、うんうん、そう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 、カツカツみたいな、こんな響いてない響いてない、まあ、とりあえず他も比べないと分かんないんで、うん、2箇所目いきます、行きましょう、2箇所目です、はい、はい、玄関、いやこれもチェックしましょうか、はい、はい、玄関だもんな、ヨレヨレだな、うん、なんか黄ばんでない、黄ばんでるような気がする、もっと白かった、白かった、ね、もっと白かったよね、超黄色いよそれで言うと、うん、なんか腐ってる、うん、うん、確かなんかここだけねカサカサして乾燥しちゃってる部分とか黒ずんじゃってるところがちらほらある、この花に関して、うん、うんうん、色違うの、うん、結構枝とかはねカサカサしてる、さっきの場所と比べると劣化が早い感じはあります、うん、うん、塩は変化ない、確かに、うん、うん、そうだね、なんもないかもしれない、うん、ではこちらです、
色は色全然変わってねえ。さっきんとこめっちゃ色変わってるわ。うわ、さっきんとこえぐい色違うぞ、うん、こう考えると。いや、いるんだ。明らか透明だもん、ね、これ透明、透明、これ透明、うん、見た目から違うね、うん、あ、すごっ、マジか。ちょっと飲んでみます。いや、違うわ。あっちと違う。あ、違う、こっち味落ちてるけど、うん、まだ日本酒。あ、じゃあ明確に味違う。違う、うわうわうわ、マジで味が違う。最後ベルいきます。はい、いや、響いてる響いてる響いてる、ちゃんと響いてる。なんならやる前より響いてる。そうそう、絶対響いてる。まあそうかも、響いてる、絶対響いてるな。スーンって海の奥入ってくるもん、ね、うん、ってか前回なかったもん、うん、そう、逆にちょっとこう清められてる人もいるのかもしれない。ああ、うん、それで刺激されてこうアピールする人もいれば普通にありがたいというか、うん、休憩みたいな感じで威力が弱まる人もいるのかもしれない、うん、共鳴の時間が全然違う、うん、ってことで、まあ、こっちは多分緩いです、うん、今のところ一箇所目の灰色の人がいたところがやばいと、うん、続いて階段行きます。はい、はい、お花から。はい、これ何もいない気がする。めちゃめちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。逆にだからさっきのやばかった、うん、さっきのやばい、うん、だいぶ違う。もう超ね、茎からしっかりしてるし、本当だ、うん、色も綺麗だしな、みずみずしさすら感じる、うん、分かる分かる分かる、見て分かる、確かに絵で分かるかどうか分かんないけど、もう全然違う。あ、全然違うね、超みずみずしい、うん、全体的に本当だわ。触った感じも分かる、泡の水含んでるなっていうのが分かる。あー、へえ。ってことは必然的に味はね、変わってない可能性が高いんだけど、うん、うん、塩はもうなんもない、なんもない今のところ。これで4カ所目塩近かったらこれ終わりだから。やばいね、やばいだろ。日本酒です、日本酒ですね。ええ、色が、色なんか、いや別に普通だと思う。あ、本当だ、普通だ、うん、いきます。熱っ、え、やばっ、え、嘘、たつき飲んでもないと分かんないから、ね、うん、全部飲んでるから。え、うわ、やばいんだ、ダントツやばい、ダントツやばいわ、急に来い、急に来い、これやばいわ、これやばいよ、ね、全然違う、ノリも飲んだ、これも飲んだ、これやばい、これやばい、マジでやば、これ、え、え、え、そっちのレベル値の上がり、なんかレモンの皮食ってる感じ。酸味がえげつないんだ、酸味やばい。やば、日本酒の味一切しない。酒の変化でいったら10段階いったらここが一番変わってなくて2ぐらい変化、はい、で向こうで5ぐらい、はい、10、マジでこの検証に意味があることが今証明されたんだ。ああ、そうだね、もう差がもう全然違うから、同じタイミングで入れてるだけなのに、うん、場所によって味全く違うわけじゃん、うん、そう、変わるわけないよね、普通はね、温度も変わんないんだから、ね、大して、うんうん、続いてよ、はい、気になる、うん、うん、続こう。このまま行けばレベルってか結構強い例だから、うん、多分響かないはず。うん、確かに、うん、響き方がいい、うん、この帰ってこないもん、うん、わかるわかるわかる、ね、うん、響いてこない、さっきのところがトゥルルーンで、終わり方としたらトゥルルーンって終わってるのが、うん、あ、ほんとだ、弱い弱い弱い、響きがもう余韻が明らかに短い、一番にいそうだよね、うん、ずっと落としてるのって階段らへんだから、うん、撮影中はかなり音が聞こえてる、うん、あ、マジ響いてないね、全然違う、マジで。でも本当笑えないぐらいまずかった。ちょ、これやばい、今のマジあ、マジ響いてないね、全然違う、マジで。でも本当笑えないぐらいまずかった。ちょ、本当笑えないぐらいまずかった。ちょ、本当笑えないぐらいまずかった。ちょ、階段、玄関だよね、玄関、玄関、うわ、びっくりした、女の人ここ待って、マジでこれがやばい、びっくりしたわ、今、いや、今マジやばかった、上に聞こえたけど、やばいよね、今のね、え、今マジやばかった、えー、みたいな、そうそうそう、女の人、そう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 、え、入ってる、入ってる、絶対入ってる、絶対入ってる、下2人が聞こえてない、もう全く、じゃあ上だ、じゃあ上だ、うん、じゃあ上で、
ノリしか最後の場所チェックできないんで、うん、今のうちにちょっと格付けしときますと、ここが1位、2位が灰色、うん、3位がそこってことなのね。それを踏まえた上で、上が何番目か教えてください。じゃあナイトショットで一人で暗い中行ってもらいたいと思います。これやばかったから、マジ気をつけて。うん、マジ本当にやばかった。本当にやばい可能性だから。行かないと終わんないですもんね、これね。そうです。行ってらっしゃーい。はい。行ってらっしゃーい。うわ、やばそう。これはやばい。ナイトモードを切りまして、まあ、塩は変わりはないですね。ここに来た瞬間に一気に静けさがすごいんだよね。日本酒色はそんなに変わってないかな。うん、飲んできます。何匂い、さっきのが10段階の10だとしたら、これは3とか4とかですかね。でもなんかもうアルコールは完全に抜けてて、気持ち悪い水の味みたいになってます。こちらの鈴を鳴らしたいと思います。ここは意外と例の気配っていうのはあんましないかもな。止めていいですか。ちゃんと入れる。なんでいい。俺風邪とかひかないからさ、この頭痛いのってもう 何十年ぶりなんだけど、多分熱の痛さ。やっぱ悪いやつが入ってるから飲んじゃいけないのか。あんまり良くない。かもしんないよね。水。やっば。いや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 。ちょっと待って今の。嘘だろ。嘘だ。いや待って待って、いやどういうこと、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 ベッド動かすぐらいの、うんうんうん、ダメダメ、これマジでやばい。これ階段のやつなんだけど、黄色い黄色い、明らかに階段側のが黄色い、黄色い、いや全然違う、うわやばこれ、おもむろに色違うわ、マジ邪気だよ、邪気、邪気なんだこの色。ああ、じゃあ飲んでみる。なんだよ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 、また聞こえた、今度こっちだ。なんか今ねえみたいなやつ。ああそうかもしれない。なんか低めの女の人の声が聞こえてる。そうでしょ。え普通に距離としてそうこの辺だよね。ここにいるのかと思った。ほんとこの辺にさっき辰木がいたとこしか、うんうん、めっちゃ怖かったよ今。え今声出した。何え俺もなんか正義の声聞こえたんだ。何がえ今声出したよ、ね、なんか どういう声どういう声、うんうん、多分俺あそれは俺だよそれは俺だよ。正義じゃないうなり声みたいなっていや今なんかおかしかったよ、うん、距離としてそうこの辺だよね。ここにいるのかと思った。この辺にさっき辰木がいたとこしか、うんうん、めっちゃ怖かったよ今、うん、めっちゃ怖かったよ今、うん、めっちゃ怖かったよ今、うん、そもそも俺のおうおうがわけわかんなすぎて普通に無意識で言ってたから混ざってたから、うん、いや普通に意味わかんないなって。なんだ、うおうおう。いや確かにね、うん、今言われた時に何のために言ったんだ。ということで検証終わりまして結果を報告します。まず花は直接的な効果っていうのが見られにくい、見られやすい順番がちょっと出たんでそれを発表すると、お酒、鈴とかの音、花、塩だ。そうだね、うん、そうだね。てかちょっと怖いこと思ったんだけど、森塩白みたいな言うやん。うんうん、一番変化を感じれないところをみんな当たり前にやってるわけ。意味ないじゃん。これが分かっただけでも結構いいんじゃないかなって。確かに、うん、そうだよね。マリがまず4階の4階じゃね、はい、4階だ2階の1人で行ってたんで、はい、そっちのレポートを。このお酒を飲んだら水に近いとろみがある感じでまずいんだけど、まだ日本酒の原型がアルコールはもう完全に抜けてる。
感じの、なんかとろみのある気持ち悪い水になってて、はいはい、ただ、はい、階段がやばすぎて、うん、それでゾッて。どんな味がする？酸味がえげつなすぎて、うん、喉に入った瞬間に首を絞められるぐらい体が拒否する。出せよ。そう、無理、異常だったもん。喉、うん、ぼとけをキュッてやられてる感じ。出せ出せって。そう、もうやべえから。だから吐いてる時のあれが、あ、こっから出そうとしてる。で、この締まった状態で出そうとしてる。あ、これもこの前のさ、どっちが先に出てるか分かんないけど、スピリチュアルのさ、全部リンクしちゃってる、うん、そういうことか。癌とか、そういう出せる物質から悪いもん出せるっていうのを俺教わったって言ったじゃん。はいはいはい、だからあえやって、はい、出そうとする。人間だって俺、異常だったもん。そう、だから本能的に人は知ってるの、もう。あー、なるほど。俺がこの前言ってた話。うん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 。俺はもう階段が絶対一番やばいって俺は思ってたの、ずっと。なんでかっていうと、俺ここで寝てるじゃん、うん、俺絶対に寝てる時階段登ってる足音が毎日する。マジか。毎日、うん、やばいな、これ。本当怖い、それマジ怖い。濁ってるくそ濁ってる。本当だ、くそ濁ってるし、色が違う、そもそも、うん、これやっぱもう一個持ってくるか、うん、どっちもさ、濁っちゃってる。ああ、なるほどね。あ、あんまりわかんない。意外と、そうだな。あ、でも明確にこっちの方が薄いなのがわかる。うん、そうだね。一回。うわ、全然違う。あ、やば。嘘だ。思ったんだよ。ほら、透明度がもう、うん、全然違う。光の角度とかじゃない。うん、マジでやば。マジで濁ってる。うわ、こんなわかりやすい。これやばいぞ。そう、だからさっき思ったの、これおかしくねえと思って。出て、差がやばい。ということで、まあ、この事故物件スタジオで一番やばいところはソファーと階段と、はい、いうことがこの検証で分かりました。はい、現象があったらなるべくそこら辺はフォーカス当てて、なるべくピックアップして現象を、お届けできればなと思います。おもむろにマジで現象が増えてる。ノリが戻ってる。ほんとだね。だってこんな怯えるぐらい来ないかった。最近もマストで来るやん。うん、ほんとに。しかもなんかもうほっとけないやん、別に。なんとなく聞こえるとかいうレベルじゃない。そうそうそう、うん、ちゃんとはっきり言ってる。大丈夫みたいな、うん、危険を感じるような音がするという、うん、見てる皆さんをね、楽しめるかと思いますんで、僕らは適度にビビりながらなんとか撮っていければと思います。やってほしい検証などありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。お願いします。お願いします。もうそろそろ新体制での出張来ないと、コメントのリクエストも多いので行ってきますので、これからも楽しみにしてください。はい、はいはい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。